そうですか。じゃあ、いらっしゃい。これはダメにされるやつだ。良くなりましたね。何か辛いことがあったら頼ってくださいね。よっと。シナ、火傷とか？いえ、私にはかかっていませんが。あのさ、教室だったら多少ふざけるのもいいけど、火や刃物がある場所でふざけたらダメだろ。とにかく次からは気をつけてくれ。危ないから。あの、学校でも少しずつ近づけるように頑張るつもりですが。まあ、真昼が寂しがりなのは分かってたしな。友人をのけ者にするのも悪いし。喜びますけど、頑張りすぎても疲れるだけだから、ほどほどにな。これは頑張らないと何ともならないのです。結局真昼は俺にどうして欲しいんだ。撫でることを継続からです。